拍手をくれたら僕一生懸命頑張れます。よろしくお願いします。いいですよ皆さん、拍手しかないで、どん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 言っていただいて、かっこよかった、かっこいい、かっこいい。저희가그박수의두가지버전을보여드릴게요僕たちがですね、拍手の2つのパターンをお見せしたいと思います。박수의나쁜예拍手の悪い例をまずお見せします。これ시범적이에요박수의나쁜예これが悪い例です。あ、形だけね、音が出てない、まあ、소리가안나오는거죠、チャクチャク소리가안나오는거죠。얼굴도웃는것같지만뭐별감흥이없어요。顔もですね、なんとなく笑ってるようだけども、明るい感じの笑いじゃない。지금좀아직여러분들마음이안열리셔서많은분들이지금요런박수를치고계십니다。まだ皆さん心が解放されてない、まだオープンハートになってないから、こんな拍手が若干あるんじゃないかと。それを感じて、여러분들은모르시겠지만여기서정말다보입니다。皆さん分からないかもしれないですけど、僕このステージの方からみんなの顔が全部見えてますからね。그렇다면이제박수의좋은예보여드릴게요。ならば拍手のいい例をここでお見せしたいと思います。보여주시죠。박수의아주좋은예였습니다。今のが拍手のとても素晴らしい例でございました。지금도보셨지만박수의좋은예는앉아있을수가없어요。今も見たと思いますけども、拍手のいい例は座っていられなくなるような感じだと思います。좋아서もう嬉しくて嬉しくてどんどん立ち上がっちゃうような感じ、それがいい例ですよ。네、그렇습니다。물론제가시범이었지만하고나니까기분이되게좋아지네요。なんか僕はあの例を見せただけなのに、なぜかすごく僕今爽快な気分になる。すごく雰囲気が良くなりましたねということでございます。もっとやるっていうふうに言ってますけども。하지만좀힘들어요。何回もやるのはちょっとしんどいですよねというふうにねおっしゃってますけども。はい、ということでここからはですね、ちょっと皆さんと触れ合おうというコーナーでございますよ。抽選箱をお願いいたします。さてさて何が起こるのか、せっかくたくさんの方が来ていただいたので。生写真を撮れるというプレゼント。여러분은찍기로사진을세번뽑아서같이찍어드린다는거였나요？사진을 아예좋습니다。いいですね。写真をじゃあお撮りしましょうということでございますけども、はい、じゃあ3名お選びしたいと思いますので、セブン뽑아주세요。그러면。네가하나뽑고네가두개。じゃあ僕は1枚で이나君が2枚っていうふうにおっしゃってます。はい、じゃあ発表して。벌써발표를할까요？네、すぐに発表しましょうか。じゃあ最初にじゃあユナ君先に2枚引いていただいて、うんうん、あ、いっぺんに2枚B 列の5番、 B 列の5番、 B 列の5番どちらですか？あれ、B？ あ、なんだね、どうぞ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 、ステージのじゃあ下の方にね、ちょっとこちらの方に階段ありますのでね、 B 列5番の方ね。さあではユナ君が引いた A の11番、A の7番でお越しください。 N の7番 N の7番の方、 N の7番の方、 N ね、 N？ N ね、 N？ N ですね、 N の7番、 N、 N、 N ですよ、 N の7番の方どこですか、どちらでしょうか。 N おすすめの3세입니다、3カウント、カウント、あ、 3秒カウント、あ、いらっしゃらないみたい、あ、上げ下の手を、じゃあちょっとこれ違いますね、じゃあ敗者復活ということでもう一人ね、当たりたいですよね、当たりたいですよね。お、はい、ん？ D の5番、 D の5番、あ、え、すっと立ち上がった違います、どなた？ D の、あ、あなた、おめでとうございます、皆さんと高い拍手お願いいたします。はい、おじゃあ最初に呼ばれたあなた、どうぞどうぞこちらの方に。그저희가한장씩더뽑아서혹시유나한테만원하시는분한분만해서보시는걸로、네、아한분씩뽑다는거예요？네근데제가뽑아도분명히제팬일것같아서、네、아너たちが引きたいと思います。で、僕が引いてもなんかたくさんの人が僕のファンっぽい気がするから、ユナ君のファンだっていう人がいたらその人、写真撮りましょうということでございますよ。じゃあ민철씨부터먼저。자민철さん、自信満々な민철さんでございます。え、내가더떨리지？だって僕の方がすごく緊張しちゃうよって。あ、
なんかね実感があります。どうぞどうぞ来てください。なんか来てますよってことでございますけども、いい感じの、ああいい感じの雰囲気が来てますよと。さあ何を準備してくださったんでしょうかね。みちおしプレゼント、ユナシプレゼントがやってるんで、あ、T シャツ、これどっちがどっち、俺ちょっとやるんじゃねえよ。걱정이항상좀黒はいつも黒っぽいね、シックな格好ですけど、黒い方がユナ君だということでございます。항상이렇게僕はいつもこんな感じで、わあ、かわいい、かっこいい。저랑이미지가같죠、네、僕のイメージですよねということで、でユナ君のはちょっと破れてるから安全ピンでいっぱい。아니진짜졌으니까안전핑계를이렇게많이아이렇게술는게거치셨구나 、네、 네저희가그활동을하는중에입었었던 、네、 티셔츠입니다아僕たちが活動している時にいつも着ていた T シャツですということですよ。ちょっとシワシワだけどいいよ。아저준비가됐지만되게좋은것같아요아세탁은해있는상태세탁은뭐しているので大丈夫ですよということです。ユナ君の洗濯しちゃった。あの洗濯していい匂いがしてますよということでございます。あ今若干汗を拭いてるような感じ。いいですね。はい、じゃあですね、まずみちょるさんの T シャツ当選者、はい、見てもらいましょう。저뒤쪽에서도한번나와야돼요。ね、後ろの方も当てたいですよねということです。제가꼭이번에는뒤쪽에서뽑도록한번비리비리비리ちょっと後ろの人僕頑張って引きますよと。お、ディだ。お、お、お。後ろだ。愛の。愛の。愛が어딘가요？愛、愛はどこですか？愛列。あ、後ろ。おお。愛の8です。愛の8番。当たった。どうぞステージにお越しください。おめでとう、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、キラキラね。あ、なんかユナ君。ユナ君のとセットっぽい。よかった。はい、じゃあ続いてユナ君に引いてもらいましょう。さあ次、続いてはみちょるさんの T シャツ。わあ、いごあー、저는앞이네요 A A 列八。A 列八番の方、はい、あー、なんだよー、前後からね、なんだよ、すごいアイコンタクトがねー、願いが伝わりましたね。はい、ということでおめでとうございました。ありがとうございます。さてさて、プレゼントコーナーはここまでなんですけども、やっぱり皆さんにね、今日の2人の素晴らしい姿を残しておいていただきたいので、ここからはフォトタイムに入らせていただきたい。ヨギブタのフォトタイムというのがどうかですみな。さあ皆さん、写真ね、撮れるもの携帯電話でもいいですよ。はい、じゃあフォトタイム時間を置きたいと思いますので、ではお時間許すまでこの2人の素敵な姿撮ってください。フォトタイムスタート。あ、じゃあまずウェッチョップとかっかよ。次、まずはですね、こっち側向かって右手の方にちょっと視線いただいておりますよ。右手に視線いただいております。さあ皆さん、お声掛けしていいですよ。こっち向いて呼びぱよ。すごいですね。皆さんしっかり収めてください。声かけてね、こっちこっち。じゃあ顔で見るかよ。真ん中です。真ん中見ていただいております。皆さん静かですね。真剣に撮ってますね。しっかり撮っといてね。素敵なツーショットでございます。さあ最後に、じゃあオルチョープスかよ。はい、続いて左手の方に視線いただいております。まず皆さん、お声掛けくださいませ。大丈夫ですか、ね、後ろの方もしっかりね見えてますんでね。はい、あとどうしましょうか。あと10秒いきましょうか。トシッチョー、トシッチョーのマスミだ。10 9 8 7 6 5 4 3 2